忙しい朝やランチ、夜食にぴったり。5分で食べられるオートミールで作るコーンポタージュチーズドリアだよ。インスタントのコーンポタージュ1袋を容器に入れ、お湯 130ml を加えよく混ぜる。インスタントオートミール 50g を加えよく混ぜる。すべての材料を加えよくかき混ぜてから、600ワットのレンジで1分から1分30秒チンしても OK。1分くらい放置、お好みで塩コショウ少々。とろけるチーズをたっぷりかける。オーブンまたはトースターでチーズが溶けるまで温める。600ワットのレンジで1分チンしても OK。 彩りにパセリをかけて、トロトロチーズとコーンポタージュのコラボは最高だよ。試してみてね。